昨日はですね、日本というのが、生命財産、つまり寿命が一番世界で長くて、それから犯罪率が一番低いと、驚くべきことでですね、まあ、寿命はもうほとんど男女平均して82歳とかですか、これは0歳からの余命なんで、実際にまあ40とか50ぐらいになった人はもう大体あの90ぐらいまで健康で生きるんですよね。それからもちろん生命には寿命ばかりなくて、途中で街で殺されるっていうのがあるんですが、まあ10万人あたりの殺人件数って日本は 0.6 人で、もうダントツに低くてですね、アメリカの10分の1とかなんか、まあそのくらいなわけですね。ですから生命、それから所得ももうほとんど世界一、まあ格差があって不安だっていうのが問題だという話をしたんですけれども、とてもいい時に生まれたと。私がもし日本に生まれたとしても、世界のこの広い世界で日本にたとえ生まれる幸運があったとしても、ちょっと時代が100年ぐらい前だったら、まあ、必ず戦争に行って死んでますね。200、300年前でしたら一生懸命畑を耕して、飢饉で泣いてるでしょうね。まあ本当にこう戦争のない発展した、まあ、王侯貴族のような生活のできる日本に住んでると。また日本がですね、その生命財産が世界一であるとともに、知能技術が世界一なんですよね。かなり中国とか韓国なんかの人がですね、日本を非難しようと思って一生懸命で、しかも日本の文化人が全部それ右へ習いしちゃってるんで、まあ、随分間違って伝わってますけれども、日本はですね、おそらく土器、現在の文明国、つまり、まあ、あの歴史がよく分かってて、遺跡なんかがちゃんと掘り返されてるという意味での先進国の中ではですね、もう断然にあのすごいんですよ。まあ、土器はですね、大体日本で、まあ、今から1万年以上前にはもう土器を使っておりましてね、この時にはまだものすごく地球が寒かったんで、中国とか朝鮮には人がいませんでしたね、もともと。まあ、特に2万年前ぐらいになると、もうはっきりとして日本には人が住んでまして、まあ、土器なんかやってましたけども、まあ、中国あたりは人が住んでませんでした。まだ氷に覆われてましたからね。それから稲作ですね。一般的に稲作っていうのは、弥生時代に稲作が日本で流行ったと。それは渡来人、つまり朝鮮とか中国の方から、今から3000年ぐらい前かな、5000年ぐらい前に稲を持ってきたのでというふうに教科書に書いてあるんですけど、これの教科書はですね、実にひどいことに、文化人がですね、中国とか朝鮮に遠慮して、その稲作は大陸から来たと、それが弥生時代を作ったというへんてこな理屈をこねてるんですけども、これはもう非常に多くの証拠があってもう覆されてるんですけども、何たって中国と朝鮮の伺い立てる五中神派っていうんですけど、大陸に伺いを立てる人がいて、そういう歴史になってるんですけれども、稲がもう1万年ぐらい前からの土器からですね、縄文時代の土器からいくらでも稲が出てきてますからね。だからもうこれは当たり前なんですよ。あの気候の寒い悪いですね、中国とか朝鮮で稲が作られるようになるのはずっと後のことで、最初はですね、南のインドネシア、フィリピンあたりから、ベトナムあたりから日本に入ってきたものですよね。というか、もともと日本人の最初の人たちが南の方から来たわけですね。どうして南の方から来たかというと、南じゃなくて寒くて来れなかったんですよ。その頃ですね、寒くて北の方はもう全然ダメでしたね。だから大陸なんかも寒くて住めないんですよ。ところが4000年ぐらい前からものすごく暖かくなってきて、いわゆる縄文時代が日本でできるわけですけど、その頃はもうまだ大陸が寒くてですね、やっと人が住めるようになっただけなんですね。まあ、その証拠に、朝鮮はだいたい1万年から、まあ、5000年ぐらい前までは人が住んでない、遺跡がないんですよ。それはそうですよ。寒くて住めないんですよね。ようやく暖かくなってきてから、中国や朝鮮っていうのは人が住んでるわけで、まあ、そういう点でも日本は最初からスタートからものすごくいいんですよね。稲作をやり、土器を作りって言ってやってたわけですね。まあ、それが奈良の大仏様になり、違う、法隆寺になったわけですね。まあ、その後、まあ、日本独自で随分進んだんですが、日本人の技術は素晴らしくてですね、
それで例えば蒙古が来てもですね、蒙古襲来ってあったんですけど、2回目の港湾の駅はですね、台風で壊滅したんですけども、台風の時なぜ壊滅したかっていうと、日本に上陸しててコテンパンにやられたんですよ、蒙古兵が。しかも蒙古がいる弓よりか日本の弓の方が長かったんですよ。だから蒙古が港湾の駅の時に日本に近づいた時に、日本の蒙古の矢がまだ届かない時に日本の矢がどん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 蒙古船に行ったんです。それで大量に蒙古が打撃を受けて、しかも夜になると日本軍が蒙古船の中に侵入したかってくるってんで、しょうがないから灯籠軍って言うんですけど、第一軍は引き上げちゃったんですよ、池の島に。それで港南軍を待ってる間に台風にあったっていうわけですから、まあ何とも言えないとこなんですね。まあその後ですね、明治維新になって、薩摩藩がイギリス艦隊、大英帝国艦隊をやっつけちゃうとかですね、それからロシアってのはその当時日本の60倍の国だったんですけども、それを日本海海戦で全部やっつけちゃう。この時も下瀬火薬、移住院新艦という技術があったわけですね。訓練もやってましたし、まあそういうことで、プリンス・オブ・ウェールズを第二次世界大戦で沈没させるなどですね、それから戦後になると今度はもう高度成長して、パナソニックが素晴らしい、ファクシミリを作ったり、ホンダも素晴らしかったオートバイ、それからトヨタ自動車の自動車と、もう日本に勝つとこないんですよ。それからもう一つね、日本は知能がものすごく優れてるんですね。私はまあ外国ずいぶん長かったんですけども、全然職業に規制はないので、こういうふうに言うとちょっとなんだっつって言われるかもしれませんが、外国っつってももうどんな外国でもですよ、アメリカであれ、ヨーロッパであれ、東南アジアであれですね、タクシーに乗ってですね、タクシーの運転手と政治とか経済の議論をするなんてことは絶対にないんですよ。もう絶対にありえないんです。ところが日本はですね、タクシーに乗りますと、よくタクシーの運転手から、先生、この前の国会はこうでしたね、これはどう考えるべきでしょうか、なんていう質問を受けるんですけどね、こんな国は世界広しといえども絶対に日本しかありません。このブログでですね、寿司屋とか寿司の職人とか大工の棟梁とか芸者さんとか説明しましたけどね、ああいう日本の文化ってもう本当に日本の職人っていうのもものすごくレベル高いんですよ。私は名古屋大学時代に、伝統文化の会っていうのをやって、1年に2回ぐらいバスを仕立ててみんなと日本の古来の職人のところに行ったんですね。ある時に中国の方が入ってたんですよ。そして僕が相手の職人の人に深々と頭を下げ、いや今日はいろいろご説明いただきましてお忙しいとこすいませんって言っていろいろ見せてもらいますね。日本人っていうのは、どんな学者であれ、職人であれ、過去書きであれ、みんな対等なんですよ。みんな知識があり、みんなちゃんとした議論ができるので、そういうふうになってるんですよ。でその職人のところが見学が終わって、僕がバスに乗ったらですね、その中国の人、それ学者ですけどね、僕の横に座って、先生あんなことしちゃダメですよ、名古屋大学の大教授ともあろうものが職人に頭を下げるって何ですかって言われたんですよ。でえいやいや日本ではね、多分大学教授よりか職人の方が偉いんですよとこう説明したんですが、これは日本の職人の地位が高いってんじゃなくて、日本はお百姓さんであれ、職人さんであれ、大学先生であれ、誰もが同じような知識、知能を持ってるんですね。むしろ逆なんですよ。今なんか東大教授とか文化人の方がポンコツで、で一般の人の方が優れてるぐらいなんですね。もちろん技術もそうなんですよ。だからこれ最近英語を教えてるので、若い頃から私それだけが心配なんですね。英語っていうのはね、日本人の頭を多分ダメにするんですよ。僕の長年の教育の経験によるとですね、本当にアメリカ人みたいな頭にしちゃうんですよ。ですから階級制ができちゃうんですね。全然何もできないっていう人と、それからエリート層っていうのに2つに分かれちゃうと思いますね。言語っていうのは非常に恐ろしいもので、まあ、その国の精神を作っちゃいますからね。私は日本語というものと日本の文化というものとですね、それと日本の知能とか技術、そして日本人全部が平等だと、同じような議論ができる、同じように丁寧で、その中国人が僕に言ったように、大学教授ともあろうものが職人に頭を下げるとは何事かと言われるような社会じゃない社会を作ってきたと、これがやっぱり日本の強みだったと
思うんですね。その意味で私は、まあ、現在の知能技術が世界一であるということもですね、私たちはよく考えてみた方がいいんではないかなと、まあ、そのように思います。